ゴールデンウィーク中にですね、えー、まあ、仕上げようと思ってですね、えー、ま積、あ、みプラなんですけれども、このドライジーネという、これ、あの、なんですか、走行偵察列車になるんですかね。えー、まあ、これをゴールデンウィーク中に仕上げとまと、まあ、結果的にはまあ間に合わなかったんですけれども、これあの線路のセットもついてまして、えーまあ、ベース、ジオラマ作らなくていいのでまあ、楽かなと、まあ、思って始めたんですけれども、まずあのー、 この線路から今回は作り始めました。で、ネズミ色だったんですけれども、ここにあの、単形、えー、まあ、薄茶色でもいいんですけれども、とりあえずエアブラシで拭きまして、えー、まあ、その後ですね、白をドライブラシ入れてます。あの上の方はですね、あの、サビやオイルなんかでこう茶色くなってるっていうイメージがあるので、下の方を中心に 白のドライブ,ブラシ入れたんですけど、まあ、今回ちょっとあの白のドライブラシをちょいろいろ試したくて、まあ、このキットをまあ選んだというところなんですけれども、これ枕木ですね。えー中えー、この両端にあるのが金具で、ここにまあ線路がつくということなんですけれども、この線路のがプラスチックの,あの細い棒がついてたんですけれども、もちょっと途中で折れたりだとか、 まあ、後々折れたりするのが嫌なので、まあ、これはあのホームセンターでステンレスの棒やですね鉄の棒を流用しようということで、まあ、とりあえずここまで、えーまあ、組み付けといてですねあと重くそ、まあ、汚しを入れるということにしたんですけれども、まあ、ここはトニー汁やです、ね、エナメルのフラットブラウンもうあの思いっきり入れてます。 で、えー、上から下にこう垂れ流れるようにするとですね、まあ綺麗な、あまあ自然な汚れに、汚しに、えーまあ、なってくれるのかなということなんですけれども、まあ本体なんですけれども、とりあえずもう素組み、一気に、い、えー、きましたあー。まあ最初の色を塗る部分ですね。えー、あと細かい、 金具屋を通って、えー、なんか後につけることにしてですねとりあえずこの辺適当に明細入れるのにですね、えーまあ、さっきのお薄茶色に、えー、ちょい茶色足しのっと1層目に入れましてで2層目にですね、えー、緑やですね、えー、ネズミ色おーダークうー、まあ、中心にしたのがあ ジャーマングレイですね。えー、この辺に、あと、ま、緑の層なんか入れたりしたんですけれども、まあ、その後ですね、シルバードライブラシ。まあ、全体的にちょっと薄めだったので、まあ、シルバーのドライブラシがまああんまり効いてないように見えるんですけれども、まあ、シルバードライブラシ入れた後、サビ表現なんかの時に、このシルバーが随分際立って、まあ、目立ってくれるので、まあ、これはいいとしてですね、ま、あこの後白を入れたんですよ。ちょっとでもあの、腐食系、 え、になってくれればいいかなと。まあ、今回これをやってうまくいけば、戦艦などにも、ま、白、積極的に使おうと思ってですね、えー、ま、やってみたんですけど、まあ、これ効果、ありそうですね。え、シルバーの上に白、ドライブラシですね。で、実際にですね、あの、サビも、本物のサビも入れてます。以前、あの、A7V ですかね、え、で、使ったサビなんですけれども、採取してきまして、 えー、指で擦って、ちょっとザラザラ感を出したかったので、えーまあ、この辺も結構効果的でしたね。まあ、全体的にこんな感じになるんですけれども、まあ、あとはあーパーツつけていくだけなんですけれども、で後日、えー、結局あの丸いステンレスパイプしかなかったんですが、あまあ、丸でもいいやと思って、これを買ってきてですね、これつけてます。で、えーまあ、本体の方、パーツ付け。 えー、しました。あ焼き鉄色やですね、黒金色、いろんな、まあ、色を使ってですね、上からシルバー、ドライブラシ、入れてます。まあ、あの、全部、全体的に統一する必要はないので、右と左、えー、左右のパーツでもですね、まあ、色を別々にしてもいいのかなと。 という感じですね。で、これ、映像ではね、随分あの、サビが黄色くなってるんですけれども、これあの、僕あの、目がちょっともうだんだん悪くなってきてるので、まあ、こうと、まあ、LED ライトをつけてる影響なんですが、実際もっとオレンジでですね、このオレンジのサビも、 エナメルで入れてるんですけれども、これもなかなか効果的でしたね。まあ、走行がここまで錆びるのかどうかわかんないんですが、まあ、鉄の扉やですね、ハッチなんかの周りに、このオレンジを入れておくと、なんかちょっと腐食したみたいな感じ、イメージ出てると思うんですけれども、これにあの、デカール、これデカール、あの、飛行機のやつちょっとお借りしてるんですけれども、ドイツ空軍のですね、 これを左右に貼って、えー、前後は付属のデカールですね。まあという形で、まあ一応完成をまあ見たんですが、あーまあ最近ちょっとドイツドイツしてましてですね、えー、まあ走行関係はですね、まあドイツのデザインも秀逸でですね、まああの今後もですね、あのドイツの いびつな形の、まあ、走行車両なんかも、まあ、作っていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、今回、えー、まあ、この走行車両を作りながらもですね、まあ、積みフラ積みプラの方を見るとですね、えーまあ、トラック野郎の箱がですねこちらにらみつけてまして、えー、まあ幸いコロナもですね、えー、5類に引き下がったし、まあ、そろそろですね、えー LED 関係で、えー、まあトラックキャロもまも作れるのかななんて思ってるんですけれどもおまあ次回も楽しみにしていてください。